大丈夫。おる。おるよ。おる。ああ、ごめんね。こんなやつだったんですね。ごめんね。最初にこう音声してもらったら、言ってるからね。ごめんなさい。いや、結構ね、興奮してたからさ、ちょっと出てるんですよ。だからその肛門の匂いがしたもんだから、溜まってるなと思って。ほう、めちゃくちゃ呼吸が。家ではこんなことないんですよね、この子で。でも興奮したにしても、向こうにしたらちょっと早すぎるよね、いくらでも。犬みたいにパンピングしてるもんね。あ、布団の中に間違って入ってしまった時だったんです。布団の中、うん、なんか、黒いとこって言ったけど、うん、布団の中で過ごすのが苦手で、うん、ああ、はいはい。間違ってなんか入っちゃった時に、すごい暴れたので、うん、その時はこんな感じでした。興奮するぞ、だからパンピングしちゃうんだ。調子にすると今興奮してるからさ、呼吸音は正常ではないですね。普通呼吸音聞こえないのが正常だから。はい、ちょっとお口見して。口はちょっと残念だね。どう？あ、そうか。こちら。似合うけど、そう、この子歯磨きしてるか。いえ。私はそこまで、そこまで歯石はついてないんだね。でも、うん、匂いがいいんだよね。カリカリを。あと肉球臭い。すごい肉球臭くて、臭くて切る。9.2。肉球が臭い。どこの肉球？前足の。あ、臭い。臭いですよね。何ですかこれ？これなんかおしっことかうんちが踏んじゃったんじゃないの？え、そっち？うん。臭い。めっちゃ臭いですよ。臭い。めっちゃ臭いですよね。特にこっちが。ですよね。めっちゃ臭い。これ。何これ。後ろは。後ろどこですか。前手。前手もそう臭いっていう。じゃあ血ついてたのかな。でも血だけではこの匂いにはならない。ですよね。臭いですよね。さあ。よかった。後ろの鼻おかしいかと思って。右の前足。右の前の方。第五子。高島くん、証明書をお願いします。あれ